皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それでは、カウントダウンの後、始まります。 スタートです。んお隣りした感じお隣どうしていいよね仲いいね。ああ、まだいるんだね、ばんちゃんね。 うん。オープニングありました。23話ですね。そうね、お仕事にね、行き詰まってね、戻ってきて、ウェディングプランのね、企画をね、 行ったんだよね今回はね、プレゼンがね。ただなんか、あれでしたよね。飼育員が一人欠員になるから、そのウェディングプランの方が終わったらそ、そっちに移動するかもしれないって話でしたよね。で、その飼育員が、あれだったんだよね。海君だったんだよね。なんかお父さんが倒れたんだったっけ ま、辞めるんじゃなくて休職だったってのがね、よかったんだけどね。その間ね、ククルがね、多分任されることになるのかな。でもなんか推挙しておくって言ってるってことは、まだ決まったわけじゃないのかなカリンちゃんもね、立候補した、ん立候補したって言ってたからね。もう相変わらずカミカミですみません <laughs>。そうだよね、カリンちゃんもね、 もともとね、飼育の方やりたくて入ってきたんだよね。はい、オープニング終わりました。重大発表ほう、アクアトップ。 なんでやねん。なんだそれ。うん、まあそうだね。あんまり難しい意味なかったね。あ、これが新しくオープンする場所ってやつああ、環境問題か。 うーん。言ってたよね、この前ね。うーん。ウミガメのどこでもね。話聞いてたね。うーん。あ、風花ちゃんこれ立候補するんじゃないええ ああ、研修があるんだ。しかも、ハワイか。あ、だから、こんな喋り方なんだ。うーん、え、これ、また離れ離れになっちゃうかもふふふ。<laughs> あ、腰が、うーん。そういうのもあるよね。あ、そっか。カオルさんも確か結構ね、そういうこと言ってたよね。 え、どれぐらい研修期間あるんだろう ?2 年間ずっとか。あー。あ、やっぱり面談するんだ。 なんかそれぞれね、やっぱりやりたいことがどんどん変わってきちゃうのあるよね。一緒に道を向いてたはずだけど。立候補するのになんかレポートかなんか必要なのかな うん、見放されてでもなんか認めてくれてるとこは。 認めてくれてるよねえー、そうなんだへえ ああ。なるほどね。びっくりだね。そんな経緯があったんだ。面白いな。 でも二人だったっけうん。あ、これは聞かれるかなうーん。これくくるかな聞いてるの。うーん、やっぱりか。 自分が足引っ張ってるんじゃないかなって思っちゃうのかな風花ちゃんの。彼女のやりたいことをやってほしいよね。って思うよね、きっとね。うーん。ガマガマのね。 <laughs> 仲良くできるかな <laughs> すごいね。おじいネットワークって。 まあストレスとかかかっちゃうもんね水族館の未来まさか。 ふうかちゃんがハワイに行って、なんだかんだ、なんだかんだでククルが飼育の方に行くっていう感じじゃないよね。でもなんだかんだ誰か飼育も大事なのはかってるけど、なんか営業の方の仕事もやりたくなったとかじゃないよね。 夜にそれで足りるかいやー絶対来たいよね、あれはね。 頑張ってるな、ククル。うん。うーん。うん。やっぱりあれが原因、原因じゃない。きっかけになったんだね。 あーやっぱりリポート出したんだねうん研究するんだ。 <laughs> え自分で作ったのヒガくん。ゴンズイうん、うん。取 <laughs> ってきたんじゃないちゃんとうん。 まあそうだね。フグもね。うん。スキーム。あ、はあ。サンゴ礁はね。 ふうかちゃんは何を紹介するんだろううん 最後は。まさかイルカの番ちゃんうーん、やっぱりか。<laughs> それさっき見てたの、これ、着るためだったのね。 子供に答えさせてあげてうんうーんなんか教育番組みたい <laughs> うーん さすが女優さんだね。うーん。<laughs> 心配してるよね、きっとね。なんだっけ超音波じゃなくて、なんかでこう、やりとりしてるんだよね。戻れればいいよね。館長、こういうの好きそうだよね。ああ、やっぱり決まっ、暇、 薫ああさんなんなんだね。なんかこの人ちょっとあれだね <laughs>。 うーん。なるほどね。うーん。もっと広い視野でね、見てあげてほしいよね。 うーん。館長いいこと言うね。 子供たちイコール未来だもんね。うん。未来のある子供たちが。あ、決まったのそっか。 離れることになっちゃうね。やっぱりか、なんかそんな感じはしてた。うん。うん。そうだね。 まあ、お互いがお互いね。うん。お互いが必要としあってたんだよね。うん。やりたいことしておいでよ。今しかできないぞ、多分。うん。言っておいでって。うん。 優しく送り出してあげるのね。うん、戻っておいでって。バンちゃんが、バンちゃんも、応援してくれてる。 なんかガマガマの時みたいな感じだね。この不思議な感じみたいな。不思議なビジョンに、を見るみたいだね。今のはエールだよね。ばあちゃん 海に戻っていったっていうわけではないのかなエンディング入りました。やっとくくるもあれだね。ちゃんと営業の仕事とか副館長と向き合う、向き合わなきゃいけないって思い始めたというかね。 思えたんだね、そういうふうにね。やっぱりその一回逃げたこともね、意味はあったんだよね。そこでね、いろいろ話を聞いたりしてね。ウミガメのね。なんか、切ないな。<laughs> それぞれの、 やっぱりね、同じ夢を追ってるようでいても、ちょっとずつなんか、目的とかがね、変わってきちゃうんだよね。だからね、進む道が変わっていくのはしょうがないことなんだよね。でもそれをちゃんと送り出してあげられるっていうのがね、そしてそういう送り出してくれる友達がいるっていうのは、いいことだよね。 素晴らしいことだよ。はい。白い砂のアクアトープ23話ですね。見終わりました。ここに来て、やっぱり最終回前で、離れることになっちゃうのかな。なんか今までの思い出しちゃうね。まだ最終回じゃないんだけどさ。 なんかいろいろあったなーって。風花ちゃんがね、芸能界から、なんか逃げるようにね、やってきて、沖縄に来て、そこでククルと出会って、また人生を変えるようなね、出会いだったよね。そこで水族館の仕事をすることになって、どんどんいろいろ変わってったんだと思うんだよな やりたいこととかね。最初の方はまだ未練あったもんね。アイドルの仕事とかね。まあ、お互いがお互いに影響し合って、今があるんだろうな、っていうのがね、すごい。いや、なんか切ないな、ここでまた。いや、最後の、なんて言うんだろう。完全にお別れするわけではないんだけどね。一旦また離れちゃうっていうのがね。 切なくもありますよねでも夢を応援してあげたいですもんね友達のねそっかそしてアクアトープっていう名前がねここで出てくるんだっていうねなんか今までそのティンガーラとかはね出てきちゃったけどアクアトープって言葉が出てきてなかったからそこはどこで回収されるのかなって思ってたらね最終回手前で回,回収されるっていうね かわいか。でも2年って、なんかでも一生懸命やってたら結構あっという間に時間は過ぎちゃうかもね。あっという間に戻ることになるかもしれないね。という感じで、白い砂のアクアトープ23話ご視聴ありがとうございました。次回の最終回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。